屋上デートってどんなデート？普通に座って話すんかな？ちょっと見に行ってみよう。ん？寝てますけども。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションに、お、今回もなんかいろいろとあるな、入る。じゃあ早速恋愛の方を先に見ていくか。せつなさん入るよ。どうしたどうした。あ、なんかスーツ姿にこの部屋って合うね。せつない、どうした。実は俺、ミルもなっちゃんも好きなんです。どっちに告白すればいいでしょうか。どっちに告白すれば、どっちに告白すれば。なっちゃんってさ、あれ、なっちゃんってハットくんと付き合ってなかったっけ。多分そうだったはず。違ってたらごめんね。みゆちゃんで。どんな感じで。ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか。告白する場所は、場所は音楽堂。場所によってセリフが変わったりとかしたらいいのね。いや、あ、そっか、帽子は外した方がいいかな。じゃあ着替える。で、帽子を外して、決定。スーツに帽子っていうのはね、合わんすぎる。てか、この部屋みたいな場所で告白できればいいのにね。夜景の見えるレストラン。行ってらっしゃい。さあ、来たぞ来たぞ。頑張れ、せつなさん。おぉ。この糸も切ることは誰にもできないでしょう。めっちゃ大げさ。めっちゃ大げさ。でもすごいロマンチックはロマンチックなんかな。あ、このロマンチックなセリフで振られたらちょっとだいぶダメージがあるね。いやー、せつなさん。めげないで。残念な結果に終わったけれど、めげないで。振られちゃいました。振られちゃったね。いやー、でもほら、いっぱい人はいるから、大丈夫さ。ということで、じゃあどうしようか。どうしようか。もう旅行券1枚しかないけんね。モビールありすぎじゃね？ 11 個。何に使えばいいかもよくわからんし。催眠術セットも多いな。じゃ、とりあえず食べ物で。さあ、何がいいかな？洋梨、ビスケット、せんべい、ショートケーキ。ショートケーキで、はい。紛らわして気を。お腹も空いてるでしょう。ほいほい。どうよ。あんまり甘いもの好きじゃなかったか。落ち込み度も減らない。減らないよ。頑張って、せつなさん。ほい、じゃあ次、りんちゃん。お、めっちゃおめかししよる。入るよ。誰と仲良くなりたくてそんなおめかしを。こんにちは。こんにちは。シシーに友達になってほしいと言われたのですが。お、シシーさん。いいじゃないか、いいじゃないか。いいんじゃない？ほいほい、行ってらっしゃい。めっちゃウキウキしながら待ち寄る、かわいい。あれさ、右端の方がすごい黒くなっとるのは、ああいう土の色っていう設定なんかな。おお、超飛び跳ねおる。めっちゃ友達になりたかったんやね。あんなシッシーさん初めて見た気がする。どうだ、盛り上がってるか。おお、よかったよかった。ちゃんと繋がったね。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。うんうん、よかったよ。友達の輪がまたまた広がっていく。実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。こっちは？男子会。何やら男子が集まってます。ちょっと覗いてみようか。お、台湾さんとアスムじゃないか。不思議の国の服を着てましたら、早くなりそうじゃない？どういう理屈？ってか、不思議の国の服って何？あれかな？アリスを案内した、白ウサギ的な感じ？
今のままで十分だよ。やっぱり男の子やったら足の速さとか身長の高さとか気にするものなんかな。どういうことだ。なんかそういうのってさ、どっかの隙間とか入っていきそう。ツルツルって滑って。今のままで十分だよ。いいね、なんかお互いにさっきから。昨日20跳び最高記録出したんだ。おお。30跳びの最高記録出した。上回るなよ。あのさ、床に落としたものってかなり遠くまで飛んで。また、どんだけ言いたいんだそれ。この前、双眼鏡を落とした時は、ただすのに苦労したの。双眼鏡って普通に見つかるんじゃないかな。別にペラペラもしてないし、小さくもない気がするんですが。おい、お、黒影さん。どうしたどうした。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。お、遊ぼう遊ぼう。ストレス発散？まあ、仕事に育児に大変だろうから。共通点クイズ。二人のみの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？スタート。共通点クイズ多いよね、最近。第一問。ててん。好きな色、全くわからない。どうだろう。いいえじゃないかな。答えは、いいえでした。よね。水色と黄緑。あ、クラ君はもう髪の毛の色と一緒ってことか。共通点クイズ。第2問、ててん。ハットとマサオは下の名前の文字数が同じである。下の名前の文字数どうやろ。でも、はいかな。答えは、はいでした。お、一緒一緒、よかったよかった。共通点クイズ、最終問題。最終問題、ててん。KOKO と愛は空腹である。え、どうやろ、わからん。でも今日はとりあえず私はあげてない。勝手に食べとる可能性はあるけど。はい。答えは、はいでした。お、なるほどね。食べてください。食べてください。おめでとうございます。待たなくても。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。ね、じゃあ、一番大きいやつ。お、お宝おまるをもらいました。これは、これはクロムちゃんのために取っといた方がいいんじゃないかな。あ、すげえ、真ん中ゲームボーイだった。いいな、ゲームボーイ欲しかった。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション。お、今回もなんかいろいろ。さあ、じゃあ早速、友達になりたがっとるんかな。ライチちゃん、入る。グッモーニン。お、なになに、紹介するの？今一緒におったよね、シーンくん。お、さっきちゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいと思う。うんうん、協力してあげて。もしかしてさっきまで一緒に部屋に寄ってそういう話をしよったんかな。恋人が欲しいわー、みたいな。ライチちゃんの恋のキューピッド作戦がうまくいくといいんだけれど。シンくんかわいいよね。ニッコニコや。あ、しかもここって身長的にもちまっとした二人組か。いいやん、いいやん。今日はありがとう。こちらこそありがとう。お、どうなるか。ああ、何も起こらなかった。いや、でもきっとこの後に気になり出すはず。まずは友達から始めるようです。おう、よかったよかった。ね、だってライチちゃんと台湾さんもね、最初はああいう感じでデートしたけど、最初友達からどころか興味なさげやったもんね。おー、じゃあ次、ライチちゃんどうしよう。今んとこ猫レンタル。猫レンタルぐらいなんか。それでは、CD をあげます。ほいよ。道具、CD をプレゼントしました。はい、次、K くん。入る。
グッモーニング。アリナと友達になりたいです。お、アリナとぜひぜひなってあげてよ。紹介する。どんな話、多分ね、頭を使う話、真面目な話はちょっとね、嫌だ、嫌やと思うけん。面白い話、世間話ぐらいがちょうどいいかな。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい。最近の芸能ニュースとかそういう感じのことなら、きっと好きだと思うよ。さ、うまくいくかな。お、笑いよる笑いよる。きっと大丈夫だ。ん、よかったよかった。でも、ケイ君の方そんなに笑ってなかった気がしたけど。うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ。お、レベルアップ。それじゃあ、今回は、ケイ君は結構、サンドバッグ、テニスラケット、まあ運動系なんよね。ということだから、ゴルフクラブ、サッカーボール、ルームランナーでも、ほい、あげます。道具、ルームランナーをプレゼントしました。てか、もともとの家にルームランナー設置されてるじゃねえか。実用品、催眠術セットをもらいました。さあ、今日は何が売ってるかな。生ガキ。生ガキ作るのか。食当たりにならんようにせんとね。で、とりあえず、どうだ、10個ぐらい買っとく。買います。お、なになになに、実用品、使い捨てカメラをおまけしてもらいました。使い捨てカメラか。ミーニュースを見てみよう。入る。はい、お願いします。ココナッツバーガー、唯一のバーガーショップどんだけだ。マジで。それが何、超絶まずいんすか。涙ながらに食べてあげてよ、みんな。そうです。二人とも、もっとココナッツバーガーのことを気にしてくれ。どんなんなんやろうね。興味はあるけれど。怖いよね。お、女子会開催中。ちょっと覗いてみますか。なんかドキドキすること起きないかな。わかる。わかる。最近、ピーナッツも食べすぎて、すごい太っちゃった。ピーナッツ食べすぎたら太るん。しょうがないよ。あ、でも普通のピーナッツはあれやけど、ピーナッツクリームとかは太りそう。私は、変だと思うな。そこはアスムって言わないのか。どうすれば、もっと頭が良くなるかな。答えてもらえない。あやかの部屋から、謎の話し声が聞こえたんだけど。謎の話し声とは一体。実は私、髪型変えようかと思ってて、変えない方がいいって今のがやってる。私、アイドルになる。おぉ、涙が流れるの。マジで、ナミちゃん、会えるね。そういう、そこ。ここで、なんか美味しいもの食べたいね。でも、まあ誰かのファンやって、自分がその人に会いたくって芸能界に入るっていう人もおるよね。まあでも、後々、動機がそれでも、後々仕事が好きになれば、それはそれでいいと思うんだ。だって仕事も好きで、憧れとった人にも会えてって最高じゃね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション、おお、また結構いろいろと出とるね。ほい、じゃあまずは、ハットくん、お邪魔かもしれないけど、入ります。こんばんは。こんばんは。なっちゃんとデートしたいのですが、どこがいいでしょうか？お、なるほど。デートね。デート。んじゃあ、屋上デートってどんなデート？
普通に座って話すんかな。準備していこうと思います。うんうん、いつでも気軽に行ける場所だしね。行ってらっしゃい。お、行っとるね。ちょっと見に行ってみよう。ん？寝てますけども。え、なっちゃん寝てますけども。てか二人とも寝てます。まあそれはそれでありなのかな。二人ともいいよ、自然体で。ほい、じゃあ、あやかちゃん行こう。入る。こんばんは。こんばんは。サラダにはどんなドレッシングがいいんでしょうか？サラダにはどんなドレッシング？私は基本的にごまドレッシングなんだけど、それは和風ってことでいいんかな？和風。やっぱり和風がいいですね。うん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 。他のはちょっとよくわからないな。お、次はみゆちゃん行こう。入る。こんばんは。こんばんは。なみと友達になりたいです。お、なみちゃんと？いいやんいいやん。紹介するよ。お連れが仲良くなれそうですか？なみちゃんどうやろうな。面白い話。面白い話でも。まあ、でも女の子同士やったらね。ほら、女の子基本的に無駄話とか、そういうのすごい好きやし、井戸端会議とかするのも基本的におばさんやったりするやん。もう喋っとけば何だっていいんさ。と、私は思うけど。まあ、でも何でもいいって言ってもね。いきなり友達になりたいって小難しい話されてもまあ嫌か。まだ友達にはなれませんでした。マジか、友達になれんかった？まだこれからやね。お、しりとり大会開催中、住人たちがしりとりをしています。どちらが勝つでしょうか？ちょっと見に行ってみよう。なんでもしりとり？なんでもしりとり。おお。サザエのつぼやき。き。き、き、き。キムチ。キムチ。みんな見学しうるし、しかも三角座りで。あ、ね、あれさ、三角座りって言うよね。体育座りとも言うけど、どっちとも言うよね。しりとり大会初めて見たんやけど、私。これ最終的に運がついて終わったりとかするんかな。なんかすごいシュールなんやけど。な、そういうのってありですか？なんかの鍵ってありなん。え、絶対いかんやん。もうなんかの鍵の時点でダメやけん。もうそこで私は納得しないから。ほい、じゃあ次。お、夜市。怪しげな福袋を販売中。多分お得です。これはぜひ見ようね。お、買うよ。ぜひぜひ。お、さきちゃんが寄っていきよった。福袋を買ってあげます。そして気になる中身は、一つ目の中身は、あ、いいやん。お宝、熊のぬいぐるみが入っていました。もうみんな熊ちゃんの代わりにこれもと？あの熊ちゃんより絶対可愛いけん。二つ目の中身は、お、食べ物、焼き鳥が入っていました。これ一個だけかな。でも焼き鳥私すでに持っとるしね。三つ目の中身は、お、食べ物、スイカが入っていました。やった。夏を先取り。夏といえばスイカ。おーし、キングやん。ギター弾いてるとこ悪いけど入るよ。こんばんは。こんばんは。切なに恋人がいたら、と思うのですが。おー、せつなさん。先とくっつけるのはどう思いますか？いいんじゃないかな。いいと思う。それでは、二人も合わせてみます。ほいほい。恋のキューピッド大作戦やね、キングの。あ、これぐらいの身長さいいね。やっぱりちょっと女の子が小さめで、男の人が身長高いっていう感じ。なんかその、女の子と男の子両方の身長が小さくって、チマッとしたカップルはすごい可愛いんやけど、多分一般的にはこういう感じの身長差がいいなって思う女の子が多いんじゃないかな。
これってさ、バレてないもんなんかな。最初から思いゆるけど。今日は楽しかったね。お、楽しかったか、二人とも。また遊ぼうね。お、いい感じじゃない？ほら、キングも満足げ。ガッツポーズ。付き合うことになったみたいです。よかったよかった。みんなどんどんとカップルになっていくね。お、実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回はまた新しくアユナ島に住みたいと言ってくださった方がいたので、またね、登録していきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。ほい、シュリカちゃん、和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ。ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する。実はしっかり者。オッケー。ほい、ということで早速、シュリカちゃんの部屋に行ってみよう。ん？お、あ、かわいい。すごいおしゃれやね。入るよ。すごい女の子って感じの部屋。シュリカです。意外としっかりした女だねって言われます。意外としっかりした女。意外ってちょっと、意外って言葉いらんような気がするけどね。筋がない人って、なんだか苦手です。あー、なんか、わかるような気もする。口が上手い人、なんなんやろうね。なんか信用できん感じはするんかな。お、チャーリーさん。ちょっと、ライチちゃんがびっくりしとるやん、おならに。こんばんは。こんばんは。ん？お腹のドアップにしてしまった。シッシーに友達を紹介したいのですが。お、シッシーさんに、いいやん、いいやん。キングを紹介するのはどうでしょうか。キング？いいと思うよ。いいんじゃない？二人の中のクラルにはどんな話をすればいいでしょうか。キングとシッシーさんね。なんだろう。趣味、世間話、恋愛、お金、お金の話ってなんなんやろうね。なんか汚い感じかな。ちょっと恋愛の話とかでいいんじゃない？女の子同士の方がいいかな、そういう話は。こうやって3人で恋愛の話というのは一体どういう？お、でもなんか楽しそうじゃないか？大丈夫なんじゃない？いける？ほら、めっちゃクッ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 クって感じの。お、仲良くなった。よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。友達になってくれました。いえいえ、よかったよ。友達が増えて。ということで、道具。今んとこ、ゴルフクラブ、あ、そっか、スポーツ系か。ということは次は体重計かな。あ、違う、サンドバッグかな。じゃあ、サンドバッグをあげる。これってさ、二人でいっぺんにサンドバッグしよったりとか、そんなことはできんのかな。まあ、サンドバッグ持ち歩いたりはせんか。なになに？お、実用品ブランコをもらいました。ありがとう。さあ、ミーニュースを覗いておこうか。入る。ほいほい。パン工房宮下。マジでパン屋さんが。いやー、ユニポンちゃんが。ランドセルパン。すごいやん。大変ですね。これっていつ放送されるんですか？はい。でも、なんか、すでに出来上がって袋に入れられた菓子パンよりはさ、なんかパン屋さんのパンの方が美味しいよね。断然。
イベント、あ、夜市開催中や。福袋をお客さん運試ししてみない？買うよ。はい、買います。さて中身は、1つ目、あ、かわいい不思議の国の服アリスやね。これで水色やったらアリスっぽいんやけどな。2つ目、お花の髪飾り、え、今回良くない良くない。3つ目、おお、お嬢様ワンピ黄色、いいやん。今回は服ばっかりやね、女の子の服いっぱい。やっぱりこういう福袋やったら可愛い感じの服がいっぱい入っとったらテンション上がるわ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今また呼び出し。なになに、今度は何にお世話。またブログが一人前に成長しました。え、成長するの早くないかい。顔がネムちゃんそっくりやね。旅に出すかマンションに一人暮らしか。すれ違い通信で旅に出すかこの島のマンションに一人暮らしさせるか選んでください。ほう、一度旅に出すとずっと旅を続けるのでもうこの島に住むことはありません。過去一時的に帰るかもしれませんが、あ、一応里帰りとみたいな感じにはしてくれるんやね。え、ずっと旅を続ける、永遠に。マンションに一人暮らしさせるとこの島の住人として生活します。今後旅に出すことはできません。どっちの選択肢を選んでもずっとそれを変えることはできんということね。とりあえずね、私はこのマンションにはなるべくアユナ島に住ませてください、住みたいですって言ってくれた人たちをどんどん住まわせていきたいなと思っているのでね、最初の目標も友達100人できるかなみたいな感じだったし、なのでとりあえず生まれた子供、成長した子供は旅に出させたいと思います。お、すごい着替えた、かわいい。お、ん、なになになに、ニュース速報。ほいほい、お、ハトバグ完成。ふんふん、あ、なるほど、うちも輸出品設定したよね。あ、そうなんや。うちの輸出品は確かね、サンバイザーやったはず。ほいほい、ありがとう。ん？また、なんだ？続けざまに来たらビクってなるんやけど。おお、マジで？さっきみたいなのが溜まっていくってことか。なるほど、いつでも見れるんやね。旅立ちの記録。はあ、なるほど。ほいほい。あ、じゃあ誰のどんな島をこう通ってきたかとか全部わかるんや。すげえな。で、今回はまた新しくこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。読み取る。ほい、みくるちゃん。ドライ系、第一印象自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短期、ズバリ言い切る、成果にこだわる。バリバリ型、厳しいリーダーのタイプ。これだ、と思うことに全力で取り組む。理想と現実のギャップに悩むことも。え、すごいね、バリバリ型って初めてじゃない？厳しいリーダータイプやって。引っ張ってってくれるかな？ほい、それじゃあ、マンション。お、大ボールね。じゃあ、ココちゃん。入るよ。こんにちは。こんにちは。先とはすごく仲がいい
じゃない？相性バッチリー。でも親友ではないみたいやけど。親友は一人限定なんかな。で、新しく入ったミクルちゃんとこも入る。ミクルでございます。典型的な姉御肌かっこいいよ。この島のみんなが仲良くなったらいいと思います。よね、ミクルちゃんまとめてまとめて。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。